今回ご紹介するダンスは、1976年頃に大流行したバスストップです。それでは早速やっていきます。このバスストップは、1,2,3,4,5,6,7,8 という8カウントの動きを2回繰り返して、それに1,2,3,4左に90度を向くステップを足して 8×2 16カウントプラス4カウント全部で20カウントで1回終わりで、それを1回2回3回4回繰り返してまた正面に戻ってくるっていうステップです。この88の横に行って揃える、横に行って揃えるというステップの中にブギーウォークというボディリズムを入れます。ブギーウォークというのは拳を握って手のひらを上向きにこのように構えて、そしてその両手を前に出して肘を後ろに引いてくる。その時に後ろに引くときにそれに連動して腰と膝は前に出ます。これで例えば前後にステップを踏むと 1,2,3,4 1,2,3,4 こんな感じですね。このブギーウォーク自体はこのボディリズムで1,2,3,4 とか 1,2,3,4 とか自由に、ステップを踏むっていうものです。これをバスストップの中では横に出して揃えて横に出して揃えての時に入れるわけですけども、これはまっすぐ正面を向いて 1,2,3,4 とやるのではなく、少し足を出した時にお尻の方を突き出して出した方の足に体重がかかるような感じですね。真ん中よりも若干出した方にこのように1,2,3,4 とこんな感じです。そして最初の8カウントの時は出す右足は横にではなく、斜めに出します。斜めに出して揃えて斜めに引いて元の場所に戻ってくる。そして次の8カウントでは横に出して横に出して戻ると。でその後に、前に斜め前ですかね、斜め前に右足を出してそのままターンして、で左足を軸に 1,2 と前後に右足を踏んだら、この引いた足をグッと出して最初の斜めに出るブギーウォークを始めます。後ろ向きでもやってみます。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4
こんな感じです。このバスストップはブギーウォークをやってるだけの単純なステップですので、いかにファンキーにノリノリに踊るかっていうのが大事です。これは単純ですので、おざなりに踊ってると何も楽しくないです。なんか流してなんかこんな感じでやってる方もいますけども、これはやはりぐるっと腰落としてしっかり膝と腰を入れて張り切って踊ってください。シルエットを大事にしてしっかり踊ると男性の方もかっこいいですし、女性の方ももうかなりかっこいいです。ぜひともしっかりとしたフォームで踊ってみてください。このバスストップのアレンジですけども、アレンジは入れるとしたらですね、まずは2回目の8カウント、横に行くときに1,2,3,4,5,6,7,8 のところをクロスで入ったり、1,2,3,4,5,6,7,8 と、あとはこう継ぎ足で刻む1,2,3,4,5,6,7,8、このようなやり方があります。それからですね、最初の8カウントの時に後ろ向きでやってみます。斜めに1,2,3,4と出たら、戻る時に回りながら5,6,7,8と、これは90度ずつ回れば正面に収まると思います。1,2,3,4と踏むたびに90度ずつ回転していくと、ちょうど下がり終わった時に正面向きになれると思います。で、この時に肝心なのは1,2,3,4で5,6,7,8とスーッと普通に回って戻るんではなくて、回りながらもこのブギーウォークのリズムを入れて5,6,7,8と、このようにブギーウォークのボディリズムを忘れないことが大事です。その他のアレンジとしましては、方向を切り替えるときですね、1,2,3,4,1,2と入るところを1,2,3,4と、この振り向いてひねったところで逆に回転させる、1,2,3,4、この1,2,3,4のところを1,2,3,4,1,2,3,4、こんな入り方もあります。もう一つは、今は、右回りをしましたけども、左回り1,2で3,4も普通に出して、で次のここに入って1,2,3,4とやるところを1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4と、こんなやり方もあります。以上、バスストップでした。I saw the preacher man.